じゃあ今日のアイスのご紹介をします。今日のアイスはコルティのティラミスです。こちらはですね、井村屋のティラミス味です。すごいんですよ、もうめっちゃちょっと汗かいちゃって見えないけど粉粉してるんですね。すごい粉粉してて、もう開けたらもうブワッてなるんじゃないかってすごく思いますが、早速食べてみようと思います。おお、もう車の中でゴロンゴロンしちゃって、よいしょ、こんな感じ。めっちゃ綺麗、すんげーティラミスって感じですね。はい、早速食べてみようと思います。うわ、風が吹くと粉が舞う、よいしょ、こんな感じ。ザ・ティラミス、めちゃめちゃ濃い。なんだこれは、ココアパウダーとコーヒーのすごい味が強いですね。コーヒーがすごい濃厚、このソースが、このソースたちがものすごい濃厚です。下はアイスですね。すごい、なんかコーヒーのエスプレッソ感がすごい表現されてる感じがしますね。おお、ほったまげごちそうさまでした。今日は、デコルティのティラミス味ご紹介しました。すごい、コーヒーソースがめちゃめちゃ目覚めます。で、ティラミスの感じっていうのはやっぱりコーヒーの感じとココアの感じからできてるんだなっていうのをすごく感じました。はい、ちょっとうまく伝えきれなくてごめんなさい。ぜひ皆さんも試してみてください。はい、それでは。